話に出ておりますあのヘボンさんという、はい、これがヘボン式ローマ字といってローマ字を日本に普及させた第一人者。この人が眼病のための薬水薬水を持ってきてて、それをまああの目の悪い人に施してあげて、中には尊王攘夷の志士もいたらしいんですけども、惜しみなく、目を洗ったりなんかしてあげて、その眼病治療は西洋医学圧倒的であったっていうんで、ものすごい長蛇の列ができたということでありますね、はい、千葉桜にありました順天堂、ここに、松本良順のお父さんであります佐藤大善という大善さんという人がいます。この人はすごいですね。これ司馬さんが調べた結果でありますが、なんと弟子とともに麻酔なしで卵巣水腫、卵巣がんの摘出手術を行ってるんです。麻酔なしなんて無理、まあでもよ、これちゃんとねメモが残ってるんですが、この時患者の若き婦人は大善を信頼し、うめき声一つ上げることがなかった。これは成功したってことですか？成功してる。これはねもうね、あの西洋のお医者さんが驚いたって。卵巣がんの手術っていうのは西洋人でも諦めなさいって言うんだけど、大善はね奇跡的に麻酔なしで、すごいでしょ。でもこの頃あれだよ、カナさん、世界で初めて和歌山の方には麻酔を使うお医者さんがいたんだよ、もう。ああ、はい。あの花岡清秀さんの一派がいて、だから江戸よりも地方の方が医学が進歩してた。だって尾形公安はこの頃もうあれやってたんですよね、首都をやってた。彼はお金払ってやってたってんだから、つまり東京江戸よりも地方の方に爛漫たる西洋医学の方がもう芽が出てて、その中でも驚くなかれ、科学的な麻酔っていうのが和歌山の城下町ではもう進行してた。千葉の桜ではがんの摘出手術が行われてたっていう。だから信頼さえすれば麻酔なんかいらねえんだよ。やだ。いや、まあ俺嫌だけどね。俺はやっぱね、あの麻酔好き、割と好き。だけどこうやって考えると分かるでしょ。尾形公安っていう、この人はあの敵軸っていうのを大阪でやるよね。あの、はい、あんた見たでしょ。あのあれ陣をね。陣ですね。うん、はい。ど尾形公安の弟子って誰だ。それも知らないけど、はい、福沢諭吉。おお。大村益次郎。片っぽは大学を作り、片っぽは陸軍を作る。つまり、はい、あの尾形公安という医学を学ぶ軸から大学を作る人とか陸軍を作る人が生まれてくるというのは、医学はもうただ単にその病気のためだけじゃなかったのよ。西洋を学ぶための重大な学び屋だったんだな。その中に関寛斎がいるんですね。はい、寛斎さんっていうのはこの胡蝶の夢読んでてどんどん好きになってね、この人は医学書で学んだ後、まあ、腕がいいんで徳島の八須賀家に使える御典医になります。だけどもお殿様一人見るのは大嫌いだって言うんで、ふるさとの九十九里浜に帰ったり、それから一時期はあの官軍の方の戦闘で傷ついた軍の病院の院長になります、はい、で病院っていう言葉をおそらく作ったのはどうもあの伊之助さんらしいんですね、はい、で看板を上げたのはこの関寛斎さんみたいね、目印として病院っていうのれんを作って、で薩長軍の傷ついた人をどんどん収容して切断手術とかやっぱやったって言うんですな、はい、関寛斎さんで、関寛斎さんの治療ぶりはもう圧倒的な博愛に満ち溢れて、で西郷隆盛が感動したっていう。で松本良順ってこの人 の, おあの師匠筋にあたる人いるだろう、こいつ面白いんだよ、はい、あっち行っちゃうんだよ、幕府軍の方に。ほう、あんたあいつと仲良くなっちゃった、土方と。ほう、土方歳三。うん、でずっと会津の方でやってんのよ、うん、
だからやっぱり幕末の騒乱で長崎で修行を終えた人たち、まあ、医学を志すんだけども、一番最初はやっぱ政治に巻き込まれて官軍側についたり俗軍側についたりという、でも結局はやっぱり腕がある人たちだからね、やがて全員が一箇所に集められてここで医学の研究やってほしいということで、そのいわゆる順天堂が佐倉から東京の方に引っ越してきて、西洋医学書、そして東大医学部ということで発展していったって。はい、なんかそういうのなんかワクワクしない、うん、なんかそういうところにこうなんかそういう人たちのこうなんか人間のこう魂の渦みたいなのがね、そ才能のある人がちゃんと集まるところに集まってくるっていうのがすごいですね。そうそうそう、うん、この医学の方がというか、ここねやっぱ読んでて面白かったね。で関西さんという人は、まあ、その後でありますけども、ひたすらにあの人々のために尽くす町医者になります、はい、この人はあのなんかでこうやっぱふっと書いてらっしゃるんでしょうけど、人間というものとそれから、まあ、医学というものをこう重ねてみてこんなことをおっしゃってるんですな、しばしば分かりやすくこう書いておられます。第3巻187ページに、関関西の思いとして、人間というものは胃袋が振り替わっても気がつかないのだ。神仏がいたずらっ気を起こして胃や心臓その他の臓器をあるものから他のものに入れ替えても、そのものは気づかずにタバコを吸ったりカンナをかけたり、そういうことをするのが人間ではなかろうか。関関西にはどうも臓器移植の直感があったみたいですね、あの時代から、はい、この続きまた来週。